立山釣具センターのスタッフ1です。メガバスの福袋がドバーンと入荷してまいりました。早速検品作業を紹介したいと思います。それで毎年ね、メガバスから福袋が届くときはこういったこう段ボールで、もうこの段ボールで届くんですけど、この段ボールが毎年年末年始になると店頭にもう山のように届くんですよ。でこれをまあお客さんに見守られながらこう開封して検品してそこを渡しするなんていう状況にもなってますね。で基本的にはこの段ボール一つ単位で、まあ、出荷されてくるんですけど、まあ、大体この毎年1箱にフルコンプリートセットが丸々1セット入ってるような感じで送られてきますので、フルコンプリートセットをまあご予約いただいてるお客様とか、まあ、店頭でまあお受け渡しする方にはこのままこうお渡しするんですが、まあ、万が一ね、まだこれ開けてないんですけど、これ中にメガバスの方でフルコンプリートになるようにこう入れてはくれてるんですけど、もし万が一ねメガバスの方でなんか入れ間違えちゃったりして、なんか A セット B セット C セット D セットとあって A セットが2つ入ってたりするとちょっとこう残念なんで、私の方でですねこれちょっと1回開けさせてもらって、一応全部中身確認してもいいよってお客様にだけはちょっと中身私が見て、で被らないように確認したものをこうはいどうぞとこうお渡しするようにしています。よいしょ。ちょっと説明が大変なんで今1個だけこっち持ってきたんですけど、開けてみましょう。よいしょ。まあ、今までねフルコンプリートセットの中身が同じものが2つ入ってたっていうことは、まあ、今まで1回も、まあ、10年以上こう取り扱ってきて1回もないんですけど、まあ、中にはねルアーのボックスが壊れてたとか中身ちょっと割れてたなんていうのもあるんで、まあ、一応中身見させてもらうようにはしてます。はい、出てきましたね。福袋が届くとこんな感じで、多分4セット入ってると思います。1つ、2つ、よいしょ、3つ、4つですね。いったんこれとこれですね、4つ入ってました。今年は一応こういう形で福袋の周りをビニールに入って4つですね。よいしょ。あと福袋のこのシールが貼られてて、あれ？そうですね、ここで封されてますね。またもう一個持ってきました。おかげさまでね、うちのお店はねかなりのお客様にご注文いただくんで、メガバスからもこう何十箱とこう送られてくるんですけど、もうね年末年始はねこう嬉しい悲鳴を上げてますね。よいしょ。で一応こう入れ子にならないように他の箱と、ま、混ぜらないようにちょっと印を1-1こう貼って、こうですね。
1-2。これは2番目ですよと。もう人によってはもう10年連続、12年連続、もう干支が一回り二回りしてもこう毎年毎年福袋を買っていただく方がいらっしゃるんで、なるべくこう傷をつけないように、素手でも触らないようには気をつけてます。次の4個目ですね。1-4。よいしょ。まあ、あとね、ちょっと余談なんですけど、まあ、ここにこうバーコードシールがついてるんですね。見えますかね。でこれはあの年によっては福袋の、まあ、ABCD とか EF なんていう時代もあったんですけど、バーコードが4種類6種類あった年もあったんですけど、今年はなんか全部の福袋これバーコード統一されてますね。まあ、あとさらに余談なんですけど、このバーコードがね、メガバスの方で出荷直前になんかこう印刷間違いとかがあって、まあ、一部の販売店なんかだとね、入荷がちょっと遅くなっちゃったよ、もう、 うちのお店もねちょっと遅れたみたいなんですけど、なんかバーコードトラブルがあったみたいですね。まあ人間のやることですからね、まあ、商品さえ無事に届けばいいのかなと思いますね。まあ、あとまたこれちょっと違う箱のセットなんですけど、ちょっと検品いくつか検品してて気がついたところがあったんでちょっと紹介します。まあ、これ今付箋が、まあ、12セット目の4番ってこう付箋貼っといたんですけど、まあ、この状態が入荷した状態で、福袋にメガバスのあの QR コードのシールでこう封印して、さらにビニール袋に入ってる状態で届いてるんですけど、まあ、物によってはもう初めからこうビニールの中で QR コードのシールがこう剥がれちゃってちょっと開いてるものがあったり、これも開いちゃってますね。あとこれなんかね、ちょっと QR コード切れちゃってるものがありました。結構ありましたよこれ。なんかね、福袋のサイズに対して中身がパンパンすぎて、中身がパンパンでね、開いちゃったんですかね、勝手に切れちゃったっていうのかな。ちょっとこれだとね、開封未開封のね区別がしづらいかもしれないですけど、まあ、うちのお店に届いたものとしては、まあ、これがあのこういう状態になってましたね。シール剥がれてるものもあったし、シール切れちゃってるものもありました。まあ、もちろんこう切れてないものもありますよ。でこれが先ほどの、まあ、ちょっとこのシール切れてしまっている福袋なんですけど、まあ、これ店頭でお渡しするお客様の分として確保したものなんですけど、一応お客様に了解をいただいて、私の方で中身確認させてくださいという OK もらえましたんで、ちょっとこれ開けていこうと思います。まあね、お店によってはこのビニール袋からこう出して売るお店もあるでしょうし、まあ、ビニール袋ごとでこう売るお店もあると思うんですけど、ちょっとまあ初めからこの状態だと開封未開封ちょっと判断つかないですね。ちょっと出してみますね。はい、あ、ちょうどこれ、ちょうどよくこれはあれですね、紹介資料に載ってた、なんですかこれ、煉獄さんですかね。煉獄さんつっちゃいけないのか。鬼滅の刃風、ポップマックスの煉獄さん風っていうんですか、のセットですね。まあ、こういう形で入っていて、
あとこの例のこれが、厚底タイプのボックスですね。これが入ってました。あと福袋はまあこんな感じですね。はい、煉獄さんって言っていいのかな。で詳しいことはね、またこの検品動画の後半で紹介するかもしれません。はい、以上が検品動画だったんですけども、この動画を制作するに先立って、まあ、告知動画のようなものを作らせていただいて、まあ、その中でまあ福袋を予約できなかったけど、どうやってまあこれから買えればいいかななんていうアドバイスなんかもさせていただいたんですけども、その動画の中で、まあ、検品動画のついでにフルコンプリートセットの内容すべて紹介するべきかしないか、どうしたらいいかちょっと判断しかねていると思うんで、動画に高評価あるいは低評価をしていただいて、その内容で、まあ、フルコンプリートセットの内容をすべて撮影してしまうかしないかっていうちょっとアンケート的なものを取らせていただいたんですね。でその結果をですねちょっと見てみましょう。これ YouTube の管理画面なんですけど、一番上のやつですね、上の段のちょっとグレーがかったところですね。視聴回数928回見ていただきましたね。コメントは特にありませんでした。で評価32人高評価で5人低評価というわけでですね、32人の方がフルコンプリートの内容を見たいと、で5人の方見たくないとおっしゃってるんで、この後紹介していこうかなと思います。見たくない方は消しちゃってください。